今小学校は、浦添の方、浦添小学校でやらせてもらって、その後浦添中学校で西原高校で卒業と同時に岡山にある環太平洋大学に行かせてもらって、あ、もう少しやっとけばよかったなっていう気持ちで終わりたくなかったので、でも一番もうやめきれなかったっていうのが一番ありますね。野球やめて俺何するんだろうっていうのが一番強くて、あとはもしかしたら俺も体大きくなるんじゃねえかとか、もしかしたらなんか今はできないけど今こういうことやっとけば後々これっていきそうだなとか、例えば同じポジションでもこいつに勝てねえからじゃあ別のことで勝たないかなとかっていう考え方をし始めて、気づいたら1年が経ち2年が経ちっていう、最初はだから本当に小さかったですよ。今週何球投げようとか、じゃあトータル1ヶ月で今日 何キロ走ろうで、大会、まあ、大学入ってピッチャーして試合から投げるようになったら、じゃあ最低何イニング投げようとかっていう、ちょっとした積み重ねをずっとずっとやってやったら、結果的に独立リーグにも縁があって呼ばれていくことになって、親に、相談して1年だけちょっともう野球だけの生活をしてみたい、まあ、それがダメだったらもうすぐ沖縄帰ってくるからっていう約束のもと、1年間もう何も考えずに野球をしてみたかったっていうのが一番の理由で、独立リーグ香川の方にお世話になって、でそこで1年間野球やらせてもらってから、中日ドラゴンズに今年6年目になります。あ、でもなんかみんな挨拶しに行きますね、先輩に。沖縄の本当にもう自分とかだったら、今だったらもうアニアさん、アニアソワさんが今カープにおられますけど、絶対挨拶行きますし、下の新しく入ってきた沖縄の子も全然自分の関わりなくても沖縄出身のって挨拶してきに来てくれるのは、周りにも言われますよ。沖縄出身すごいねみたいな、関係ないんでしょみたいな、全く関係ないですって、ちゃんと挨拶しに来てくれるっていうのを考えると、そこはやっぱりみんなやっぱ気にしてるところなんじゃないですかね。あんまり見ないですよね、どこどこ出身です挨拶しに行くのは。それは例えばメジャーなすごいもう有名な方だったらまあ分からんでもないと思うんですけど、じゃなくても関係なく挨拶しに来てくれますし、自分もしに行きますし、そこはなんか特別な感じは周りにもあるんですけどね。何の知り合いみたいな、分かんないですけど、沖縄の後輩ですみたいな、兄弟じゃないですか。やっぱりもう沖縄のことをやっぱり誇りに思ってないと、そんだけつながりを持とうと思わないと思いますし、そこはすごい、あ、その時に思いますね。沖縄出身でよかったなっていうのは、やっぱり沖縄県民としてやっぱり活躍すればなせてもらえますし、そのおかげで、自分の小さい頃から知ってる皆さんが喜んでくれることを考えると、やっぱりなかなか、じゃあ極端に名古屋出身の人が東京で活躍、巨人で活躍しましたって言ってもやっぱりなかなか新聞には載らないですけど、沖縄県民だと、じゃあソフトバンクで活躍してる、中日で活躍してるってなったら、2人が同じレベルでボンと乗るじゃないですか。なかなかそういうことはないと思うので、それはすごい嬉しいことではありますね。活動っていうのも去年立ち上げたばっかりなんですよ。でその立ち上げた理由も、その沖縄県で自分が使ってるメーカーの方に沖縄県で野球教室したいっていう話が始まって、でまあいろいろそのつてで試合をの方紹介し、こっちの方と試合になって、そしたらせっかくだったらもう県人会っていうのを立ち上げて、みんなが違うユニフォームを着た沖縄県人の人が例えば北谷球場に全員集まって野球教室したら、それはすごい沖縄にとってはいい恩返しなんじゃないかっていう話がまず始まって、じゃあどんなって声かけるっていう話になったとした時に、口頭の伝達じゃなかなか難しいので、だったらもう県人会という、まあ、それも静岡とか宮崎とかあるんですよ、野球の県人会が。それを模範して、そういうふうにできたら出身だけど集まれば一番いい、そのこっちに返すっていう意味でもお披露目じゃないですけど、のができるっていう。でそれを毎年固定の場所じゃなくて、今年は何々し何々しって移動していけば、それがやっぱりイベント12月の毎年のイベントになれば、それだけでもやっぱ野球を続ける子は一人でも多くなると思いますし、一番はそうですね、野球を続ける子を一人でも多くしたいっていうのが根本的な目的はあって、でせっかく沖縄ってこんだけつながり、横のつながり縦のつながりを大切にするんだったら、
県人会として作った方がみんな来やすいんじゃないかっていう話から立ち上げて、でその立ち上げて関わってもらった人に12球団全部行ってもらって、こういうものを立ち上げてこういうこと活動をしたいので何々選手に参加してもらえるかどうか聞いてもらっていいですかとかっていう話をちゃんとしてもらって今に至るので、その時はちょっともうこの去年の12月の野球教室は間に合わなくて、一応もうそれ立ち上げましたよっていう広め会をもう先にしてしまえば、タイムさんだし琉球新報さんだしニュースでもバンって出たのでみんなにそれはいいことだねって言ってもらえたので、あれは立ち上げてよかったなと思いますけど、もちろんそのチームが優勝っていうのも一番を考えてるんですけど、その中でやっぱりタイトルっていう部分も絡んでいきたいっていうのは自分の中ですごいありますし、同級生の東山はもう最多勝、1個下の田和田も最多勝で、山川に至ってホームランを取っているので、やっぱそういうタイトル絡んだ県人になりたいなとはずっと思ってますし、そこに絡んでいけるような選手になっていきたいなっていうのは自分の中でずっとあるので、多分経歴が ものすごいやっぱり独特なので、小学校試合だったけど中高全くベンチ外のやつが大学からピッチャーしてプロ入ってっていう、その経歴を知った上でタイトルを取れば、やっぱそういう 今すごい下手くそで悩んでる子でも、もしかしたら俺にも野球を続ければチャンスがあるんじゃないかと思える、で言ってしまったら又吉でもなれるんだったら俺だったらなれるだろうっていう極端な話でって思う選手が一人でも増えてくれれば、子供一人でも増えてくれれば、それは自分にとっての一番いい、将来像かなと思います。あでも今のあれじゃないですか、もう諦めないというよりも続けられる環境を自分で探すことも大切なんですけど、そのマイナスな発言をする方、もうお前は無理だよとか、やめた方がいいよとかってやっぱ言われるわけじゃないですか、中学校高校上がるタイミングで、お前もう体小さいしやめた方がいいよとか、こんな高校行ってまで野球やるのとかっていう、そういうマイナスなことを聞く理由必要はないかなと。そういう人たちは結局自分の考えたんですけど、自分のその夢とかを諦めた人がその人に成功されたら困るから、いや俺もやっとけばよかったって思うのが嫌だから、そういうふうに言うんじゃねえのっていう自分は思ってるので、極端な言い方ですけど、野球がしたいんだったら続けられる場所を自分で探すべきですし、それをでもその時に、ね、毎日グダグダやってるやつが俺野球やりてんだって、もうそこでやめろっていうのは正解ですけど、一生懸命頑張ってやることやって、でもまだもっと上手くなりたいから野球をどっかで続けたいっていう人には絶対、じゃあここでやってみたらとか、こういうとこがあるよっていう紹介は絶対来るはずなので、自分の日頃の行いが自分のその2年後3年後の可能性だったり進路っていうのに関わってくると思うので、そこはもう諦めずじゃないですけど、コツコツ続けられる環境を自分で作り上げていくことができれば、必然的に周りもやっぱこいつこんだけ頑張ってるのか、どうにかしてやろうっていう気持ちになると思うので、やめるのは簡単なので、パッてもうやめたで終わりで終わっちゃうんで、じゃなくてなんとかそこでもがいてみる努力というか気持ちが一つであるんだったら、それをでも俺はじゃなくて、よっしゃじゃあ一回やってみよう、とにかく一回トライしてみようって思ってやっていってほしいなと思いますし、自分もそうだったので、こんなわけのわからん経歴のやつでもプロ野球になれるんだから、もっともっと今から体大きくなるんだろうし、そこに下手に自分で制限をかけて成長を止めないでほしいなっていうのはすごい感じます。